マサキさん、どうしたんですか？私はロンドの練習があるくらいかしら。私もだな。再来週っていうと、まさか葵、何のイベントか知ってるの？有名な箱で行われるイベントがあったはず。まさきさん、そのイベントってどうする、葵くん？そんなの聞くまでもないだろ。なっ、もちろんだよ、まさきさん。先方にぜひと伝えてください。当然です。はい。よし、ここで次の曲につなげてるから、渚、頼むよ。分かってるって。てりゃ。もう渚ったら、少し慣れた途端にこれなんだから。でもいいわ、それなら私もこの歌で。相変わらず渚ちゃんのギターは元気があるわね。でも椿ちゃんの歌も負けてないわ。うん、みんなコンディションはバッチリみたいだ。流れも悪くない。悪くはないけど。今日もお疲れ。買い物して帰りたかったんだけど、まだお店開いてるかな。急いだら大丈夫じゃないかしら。早く出ましょう。みんな先に帰ってくれる？残って少しやりたいことがあって。分かったわ、また明日。うん、それじゃあ。やっぱりこっちの方が。いや、でも今さら。何が今さらなの？ヒーロー帰ったんじゃ。葵くんの様子が気になってね、戻ってきちゃったの。それで何を悩んでたの？ヒーローは全部お見通しだね。実はいつもの箱と違うから、それに合わせて瀬取りを変えた方がいいかもって思ったんだ。それでいろいろと試してみてて。そうだったのね。でもそれならそうと、どうして言ってくれなかったの？今から瀬取りを変えるとなると、みんなの負担も大きくなるし、ただでさえ日もない状況だから、どうしようかと思って。何言ってるの、まさきさんにも言われたじゃない、生半可な出来じゃ承知しないって。妥協せず、まさきさんもお客さんも、何より私たちが納得できるものにする。今までだってそうしてきたじゃない。だから悩んでたら言ってほしいわ。気を使って言わなかったんだったら水臭いわよ。今さら遠慮するような仲でもないでしょ。ヒーロー、椿ちゃんや渚ちゃんだってそう言うと思うわよ。そうだね、ヒーローの言う通りだよ。時間がないなんて、そんなのただの言い訳だ。明日、ううん、今から二人に電話で言ってみるよ。それでいいと思うわ。電話が終わるまで待ってるから。そしたら一緒に帰りましょう。うん、じゃあ少し待ってて。お待たせ、ヒーロー。椿ちゃんと渚ちゃん、なんて言ってた？確かにって納得してたよ。時間もないかもしれないけど、だからって妥協したステージには絶対したくないって。最初からちゃんと言ってればよかったよ。だけど瀬取りを変えるとなると、ヒーローの負担も大きくなると思う。大丈夫？私を誰だと思ってるの？ロンドの VJ よ。あり
ありがとう、ヒーロー。それじゃあ、少しだけ時間をもらっていいかな。最高のものを作ってくるから。ええ、楽しみにしてるわね。